久保さん、えー、ファンの音が鳴らない。ファンの音が鳴らない人ごかな。あの、70万円のパソコンに変えたんですよ。あの、M1 チップ、M、まあ、昔、インテルだったんですけど、まあ、Mac のパソコンが。で、M1MAX みたいなチップが今入ってて、まあ、これ70万ぐらいするんですけど、 全くファンの音が鳴らないですね。まあ一応 YouTube とかめっちゃ見まくったんですけど、いや本当にならないですね、ファンの音が。まあだからスマ iPhone もファンとかないじゃないですか。だからそのスマホのでかい版みたいな感じですね、パソコンが。全然ファン動かないっていう。こすごいですね。なんかパソコンって今までそのファンが動くっていうのが常識だったじゃないですか。 まあスマホはね、ファンっていう概念がないんであれでしたけど、パソコンはなんかそのファンを回さないとはね発熱しちゃうからつってね、っていうのが今までの常識だったんだけども、もう常識変わるな、変わったなと思いますね。ただ、あの、M1 チップにして、結構もうほとんどが支流がね、ほとんどのパソコンがインテル入ってるんで、インテル用に作られてるソフトがほぼほぼなんですよ。 だからその M1 に対応してないものも結構まだあって結構いろいろ不具合とかあったりするんですけどまあとりあえずこのファンが回らないのはね気持ちが火ですね <laughs> まあ何が言いたいのかっていうと時代が変わると常識は変わるよって話です今までそのパソコンンはファンが まあ多分パソコンからファンが消えるかもしれないですよね。でも、パソコンの方が高い処理する作業があるんで、ファン一応残しておかないと、あれっていうのもありますけど、多分まあと5年,5年後とか6年後になったら、すげえチップが出て、もうその熱伝導とかも全部別にどんな処理しても発熱に耐えられるみたいなの出てくるでしょうね。そうすると、パソコンからファンが消えるっていうね、本当にスマホのでかい場になるっていうのがね、 多分なるんじゃないかな多分なりますよね。うん。だから、まあ、自分の常識をね、変えていかないと、まあ、時代の常識は変わってるわけですよ。いろんな常識が。うん、なんか YouTube をやるっていうのは、久保さんと僕の中では常識なんだけども、皆さんにとってはね、YouTube、非常識ですよね。こんな僕が、みたいな。いや、それはね、 あの変えてった方がいいですよその、その常識はね、あんま役に立たないと思いますよ。YouTube 当たり前っていうか、うん、だって僕も本当にね、世界一の会社に就職はしてないですけど、就職してるようなもんなんで、まあ、こんな会社ないですよ。うん、自由で、自由に出社していいし、出社しなくてもいいし、お金くれるし、<laughs> 出社するとね、出社するたびにね、自分の苦労人間できるし、 苦労人間量産できますよ、ただで。出社すればするほど <laughs>。いや、これはね、僕は YouTube はね、本当僕はやるべきだなと思いますね。僕はだから、あの、60歳まであのもうとりあえずやって、その年金ですよね。YouTube のアカウントがもしそこまであもしバン、バンされなくてあったら、多分まあ、この調子でバンバンやっておけば、60歳、あと20年後ぐらいには、いい年金もらえるんじゃないかなっていう、広告収入で。 うん、まあちょっとそれ楽しみなんですけど20年後の YouTube の広告収入が <laughs> どれぐらい入るのかなみたいな年金 <laughs>、うん、そうだから60歳以降1日1本アップしてもたとしてもですよ1日5分とか喋ってでもストック動画何十万本あるからって話で1日5分話して終了でもいけると思うんですよ僕はまあ多分ね 久保さんのやりとりが激しいので、まあ、久保さんが20年後だと70歳か、70でもやってるでしょうね、久保さん生きてればね、YouTube でね、うんあ。久保さんが70になったらどんな顔になってる <laughs> ま僕も60になったらどんな顔になってるんですかね、なんか髪の毛あんのかなね山口さんのこの時は若かったですね、久保さんもね、まだ。なんか若いですね、どんどん。僕も老け込みますし久保さんも老け込みますね。いってらっしゃい。